はい、皆様こんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、司法試験合格者最多予備試験法科大学院を出たのに合格しない人の胸の内ということで、 Jキャストニュースさんに掲載されていたものをねテーマにやっていきたいと思うんですけど、先日司法試験の合格発表があって、その内訳データなんかをねうちのチャンネルでも取り上げたばかりなんですけれども、そのデータによると、法科大学院の、出身者別いろいろ出てるんですけど、東京大学法科大学院とかね、千葉とか、いっぱい出ていて、そういった大学別ランキングよりもですね、司法試験の予備試験組が圧倒的に多くなっているという結果がですね出た。でそれはすごく衝撃的だったねという話をしたんですけど、ただ全体で見たらですよ、予備試験合格者と、法科大学院というですね、一括りにしてみると、法科大学院出身者の方がまだまだ当然多いんですけれども、大学別で見るとですね、法科大学院よりもですね予備試験合格者が多くなってきてしまっているという、ちょっと特徴があったのが、今年なんですけれども、そんな中ですね、これに関してどう考えるかということで、2006年にロースクールに入学した A さん40歳にインタビューをしたという記事が出ていました。で2006年ということは、法科大学院ロースクールできたのが2004年ですので、2006年は相当ですね、まだまだ法科大学院できて初期の頃に当たると思います。で、予備試験の、受けてですね、結局司法試験本試験を受ける方の合格率って 92.6% あるんですけれども、これについて、どういうふうに考えるかってなると、このまず A さんのねプロフィールから紹介すると、ロースクールを卒業してからですね5年以内に3回、受験資格があるという当時はですねだったんですけど、今5年以内に5回受けられるっていうふうに変わってるんですけれども、結局A さんはですね3回落ちてしまって、いわゆる三振をしてしまい、受験資格がなくなってしまったので、もう1回別の法科大学院に、行きましたよということなんですね。でもともと弁護士になりたかったので、この選択に後悔はないということなんですけど、結局その行った法科大学院でも落ちてしまって、今はですね働きながら予備試験を目指して、勉強しているということなんですけど、A さんの胸の内を言うと、法科大学院にですね入って、入れば8割合格すると言われていたとか、あと多様な人材確保のために作ったとされていたのに、結局そんなことなかったじゃないかというですね、ちょっとした恨み節をおっしゃっていると。で、予備試験自体はそれはあってもいいよねと、その当然経済的理由でロースクールに入れない人とかだっているので、それはあってもいいんですけど、昨今のですね司法試験のデータを見ていくと、予備試験の、存在というのは趣旨に反しているもの、ロースクールを作った趣旨とは全く反するものであるんじゃないかというような、話をしていました。ただ、現在においてもですね予備試験はやっぱ少数派ではあるんですよね。結局全体的に見るとロースクール卒業した人と予備試験突破して受験する人の割合の中で、予備試験の合格者っていうのは、予備試験通って試験受ければ 92.6% の合格率ありますけど、実際人数にしてみると350人ほどで推移しているので、決して多数派ではないということが言えると思うんですけれども、A さんとしてはいろいろと複雑な思いがあるだろうということですね。で、これに関して言うとちょっと難しいんですけど、 A さんは働きながら現在はね予備試験やってるってことで、かなりベテラン中のベテランになっているわけですね。で、三振を2回も食らっているということで、計6回落ちて、その後も予備試験にということでシフトしてるってところを見ると、これはなんていうのかな、8割合格だから、言ったけど、もうそれ2割になってしまったっていうような、そういうことだと思っていて、これに関してはなんていうのかな、単に勉強が足りていないんじゃないかなというふうな、感想を私は持ちましたけれども、あと、やっぱりどう考えてもですね8割もうですね合格させていたら、もう弁護士崩壊するわけじゃないですか。ただでさえ崩壊するかもしれないと言われているのに、8割も合格させたらそれはやっぱりですね厳しいわけですよ。今でもね食えない弁護士とかいうねネガティブな言葉が出回っている中で、
まあ、これ以上合格させたら大変ですし、あとやっぱ質の悪いですね弁護士を誕生させるべきではないと思うので、それはもしかしたら国はですねちょっと間違った政策を出したかもしれないですけど、すぐに調整を加えるっていうのは、まあ、これは仕方のないこと、まあ、それは別に司法試験じゃなくてどんな試験でも結構あって緩和するんだけど、あ増えすぎてしまったまずいなと思ったらすぐにね引き締めるっていうのは、まあ、結構行われる措置ではあるんですよね。でそれは結局受験生はちょっといろんな思いがあるかもしれないですけど、やっぱ社会全体で考えるとやっぱ質の低い弁護士とか会計士医者なんかが誕生すると、それはやっぱり社会に迷惑をかけるわけですからね。そこら辺を厳選して合格者を、ね、絞っていくっていうのはやっぱ国としてはやらなければいけないことなのでね、まあ、仕方ないのと、あとやっぱ司法試験は難しいんでね、根本的にどれだけ8割合格だって言っても、それは法科大学に行ってる方の中での8割ってことは募集団めちゃくちゃ、ね、質がいいって考えると、結構な努力しなければですね2割に簡単に触れてしまうってことだと思うので、まあ、受験は気を抜かずというところだと私は思いますけどね。それは別に一生懸命努力すれば必ず受かるチャンスはあるわけですから、8割合格に騙されたっていうのはちょっとまた違うと思うんですけれども、まあ、そういう複雑な気持ちがあるっていうのも分からなくはないかなということですね。はい、まあ、そんな感じで今日は司法試験ということで、分布が大学別とかその出身学校別で分布したときに、法科大学院よりもですね予備試験組が結構上に来てしまったことがねまた衝撃的で、それについてのコメントみたいなのがこうちょっとねニュースに出ていたので、それをピックアップしてご紹介しました。まあ、皆さんもね何か感じたことがあればぜひコメントに書いてください。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。